ということで今日は、山梨県にある、西東京ゴルフクラブてかナビついてんだからナビ見ろって話ですよね。あー急遽寒くてこれ買ったんだけど暑い暑い確かにさっです。はい。10番ホール254ヤードパー4。はい。ということで今日は、山梨県にある、西東京ゴルフクラブにお邪魔しています。でちょっと急遽来たんで、18ホール回れるか分からないんですけど、まあ前半だけでも動画にできればなと思って来ました。ということでよろしくお願いします。お願いします。で、まあ、254ヤードで距離は短いんですけどバンカーちょっと手前で刻みたいなと思うので5番ユーティリティでいきます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと追えなかった。追えなかった。多分大丈夫だとは思います。行ってみましょう。おい。で、2打目残り71ヤード、57度で打つんですけど、ちょっとカメラじゃ見にくいと思うんですけど、バンカーあるんで、バンカーには入れたくないんで奥目で行きたいなと思います。超えてくれ。うわあバンカーかな。いや。超えたかな。奥に落ちましたね。落ちた。なんかバンカー入ったような気がする。いや多分奥に落ちてると思います。そうか。一応バーディーパットですね。残り5メートルぐらい。フックするのかな。うわー、うわー、よいしょ。パーでーす。レッツパー。はい。まあ、出だしとしてはいいんじゃないかなと。タッチも良かったっすね。そしてね、ちょっと急遽寒くてこれ買ったんだけど、暑い。暑い。確かに、さっき寒いと思ったけど。めっちゃ雨降ってましたからね。で僕、山岳コースに来るのが初めてなので、こう、フラットなとこがないから、ちょっとめちゃくちゃ勉強になります。いろんなところで打ってみたい。練習場じゃね経験できないんでね、こういうの。今日は学びのラウンドですね。はい。よいしょ。ということで続いて、ロングなんですけど439ヤードで短いんですけど、なんかどっかに落とし穴があるのかなっていう。センター方向を狙っていきたいと思います。わあ、いいんじゃないですか。めちゃくちゃ。どうだろう。ちょっとわかんないですね、向こうの状況が。ちょっと行ってみてですね。ちょっと右出たかな。いや、結構フックかかってたんで。いい感じですか。いい感じだと思うんですけど。ちょっと。よいしょ。2打目残り204ヤードなんですけど、ちょっと木がせり出てるところぐらいがピンなんですけど。左がねどうなってるかわかんないので右目で乗ったらラッキー、近くまで行ければ御の字っていう感じで5番ユーティリティで行きます。うん、手前かな。いまいち着弾点が映ってんだか映ってないんだか。多分今のは僕で見えたんで映ってると思います。ちょうど花、あ、ごめんなさい、花道ぐらいか。あ、左バンカーあるんだ。てかナビついてんだからナビ見ろよって話ですよね。まあそうつい忘れますよね。忘れますね。3打目残り31ヤード、多分手前から下ってるんで
エッジちょっと超えたぐらいで着弾したいかなって感じです。前足上がり、前上がり、つま先上がり、ちょっと左行っちゃったけど、いいかな。今の実力にしては御の字です。バーディーパット残り 2.5 メートル下りです。嫌だなこういうのカップ。やっぱ下りって安いよね。安すね。僕は上りの方がカップ縁でいます。あ、全然縁で見れてない。ちょっと今プッシュしちゃいましたね。パーです。ナイスパー。今のパターは課題だな。ちょっとね、あの動画を見返していろいろイメージと違うことがあるんで、何回も何回も見返して勉強していこうかなって思います。12番ホール304ヤードパー4。続いて12番ホールパー4300ヤードぐらいしかないですけど、バンカーまでが230なんで、ちょっとドライバーじゃなくて4番ユーティリティで刻みたいなと思います。でどっちかっていうと多分旗より右の方がセカンド狙いやすくなるのかなと思います。見えないや、また多分旗ぐらいだと思います。こっちも着弾が液晶だと分かんない。2打目、ちょっとね、旗より左に来てしまいましたが、ちょっと狙いやすかったので結果オーライかなと。残り96ヤードサンドウェッジで打ちます。オーバーしちゃった。あ、ちょっとオーバーしちゃった。ちょっとですね、あ、でも乗ったんで OK です。ナイスオン。はい、砂やっておきますよ。はい、お願いします。どうだろう、残り12メートルぐらい、段の上から下りですね。タッチ合わせでいきたいと思います。合うかな、タッチ。だいぶ高低差ありますよね。お、ああ、惜しい。タッチは合わなかったけど惜しかったな。またぎます。あ、なんか切れそうな気がする。一番苦手な距離。パパッと残り1メートル。多分ちょいすらするかな。いや、今のも押したんだろうな。ちょっと動画で見返してみます。ボギーです。もったいないですね今の。ちょっとあの距離練習しなきゃな。でも今まで、まあ、2、3回、はい、撮影してるけど、ここのグリーンがやっぱ一番なんか高低差だったり、あ、まあそうっすね、起伏がすごいですね。はい、だって多分今日ピン位置が結構むずいと思う。